キム・ムンスク容疑者は先月女性ら3人に対してインターネットを通じ偽物のルイ・ヴィトンの財布など7点を合わせて3万6000円で販売した疑いが持たれています関係先のマンションの一室からは偽ブランドのバッグなど1万300点余りが押収されています警察は去年7月から少なくとも1000万円近くを売り上げたとみて調べています また東京世田谷区のリサイクルショップの経営者鎌田文子容疑者は先月、偽物のルイ・ヴィトンの財布など15点を販売目的で所持していた疑いが持たれています警視庁によりますと鎌田容疑者は安く仕入れた本物のルイ・ヴィトンの中古品のバッグなどを財布や携帯電話のケースなどに作り替えて販売していたということです。